伊藤敏人は、京都府京都市中京区出身の元プロ野球選手、監督。現在は東京ヤクルトスワローズ一軍投資コーチ。京都市立須坂第一小学校、京都市立中京中学校から花園校に進学。対談後は、東京世田谷の日本体育大学に長高生として、コーチ学等を学んだと言われる。花園高校の1987年秋季。 近畿大会に進むが、一回戦で、元木大輔、種田人知らぬいた、上宮校に敗退。卒業後は、地元の三菱自動車京都に入社。1991年から2年連続で、都市大校に出場。1992年のバルセロナオリンピック、野球日本代表に選出され、1大会27奪三振のギネス記録を作る。 アメリカとの3位決定戦でも先発し、日本の銅メダル獲得に貢献した。同年のドラフト会議ではヤクルトスワローズ、広島東洋カープ、オリックスブルーウェーブの3球団が1位指名。抽選の結果ヤクルトが交渉権を獲得し入団契約を交わす。入団時の背番号は20。1993年4月20日に先発で、 初登板し7回を10奪三振に失点で勝利投手となる。時速150キロメートルを超えるストレートと真横に滑るような高速スライダーを武器に投球回を上回る三振を奪い、前半戦だけで7勝2敗、防御率0.91の成績を上げる。6月9日の石川県立の球場での対巨人戦では8回まで無失点。 さらにセリーグ対記録である16奪三振を挙げるが、0から0で迎えた9回裏の2アウトから篠塚、和則に、ソロ本塁打を打たれさよなら負けを喫する。ベンチに引き上げる際、あまりの悔しさに、自分ベンチに向かって、自分のグラブを投げ感情を露にした。なお、負け試合における1試合16奪三振はこの、ケースが初めてである。7月4日の当番を最後に、 戦線離脱しシーズン終了まで復帰することはなかったが新人王を受賞。2ヶ月半で全投球数1733の登板方であったため野村克也監督は後年本人に直接謝罪している。1994年から2年間は肘痛とルーズショルダーにより一軍登板はできなかった。 1996年5月19日の巨人戦で1050日ぶりに一軍当板を果たした。この年はすべて救援で14試合に当板したが、7月28日の当板を最後に2軍落ちし、その後の一軍当板はなかった。1997年は、抑えの高津慎吾が不調に陥ったため一時的に代理を務める。 時速1 5 0トルを超えるストレートが戻り、7勝2敗19、セーブを記録し、カムバック賞を受賞した。1998年から、再び先発に転向する。開幕からローテーションに入ったものの、途中抑え不在のチーム事情で、ストッパーになるも再び先発に戻る。最終的に6勝11敗と負け越すが、初めて規定投球回数をクリアし、 リーグ3位の防御率2.72を記録する。1999年から背番号を21に変更。当番回数は少ないものの先発ローテーションに入り2年連続自己最多の発症を上げるが、肘痛、肩痛は言えておらず同年オフに2度目の右肩の手術を受けている。2000年もほぼ前年と同じ当番数だったが、発症7敗、防御率3.14と、 やや成績を落とした。2001年に肘痛、肩痛が再発、チームはリーグオフに3度目となる右肩の手術を受ける。2002年の秋季コスモスリーグに登板するも9球目に右肩をあがっきゅうし、リハビリに残りシーズンを費やす。同年オフに球団から引退勧告とヤクルト本社への入社を進められるが、現役続行を志願。 過去最大となる88%減の年俸で契約した。2003年10月25日、周期コスモスリーグの対局人戦に登板し、打者3人を相手に、内野ゴロ、死球、死球という投球内容で降板。晩年は肩の疲労の少ないナックルボーラーとして再起を目指し、最後の試合は全てナックルを投げていたという。10月29日、 球団の引退勧告を受け現役引退を表明。2004年からヤクルトの二軍投手コーチに就任。背番号は84。2008年に荒木大輔と共に一軍投手コーチに就任。2014年からは投手コーチに就任した高津慎吾と共に投手陣を指導した。ヤクルトコーチ時代2010年11月8日2017年はベンチを担当したが、 同年シーズン終了後対談を申し入れ受理された。2017年12月1日、来シーズンより、ベースボールチャレンジリーグの富山、GRN サンダーバーアッツ監督に就任することが発表された。2018年4月13日、ホーム開幕戦で、シガユナイテッドを3-0で下し監督初勝利を挙げた。試合は、元広島のデュアンテヒースラ4投手の継投による、 ノーヒットノーランディレーだった。6月2日の試合前には、元巨人の篠塚和則をゲストに招いた、一打席対決のイベントが企画され25年越しの再戦が実現した。結果は、伊藤の5球目を篠塚がレフト前へ流し打ち、篠塚に軍配が上がった。このシーズンは、西地区の抗議優勝を達成したが、地区チャンピオンシップで前期優勝の福井。 ミラクルエレファンツに敗退した。また、この年のプロ野球ドラフト会議では、富山から湯浅酒を乗れと、エビ原一家の二人の指名者を排出し、小村徹の横浜 DNA ベイスターズ復帰もあった。2018年11月1日付で、東北楽天ゴールデンイーグルス一軍投手チーフコーチに就任した。2020年1月、長谷川翔一の幸運な男、 伊藤敏人悲運のエースの幸福な人生を懸案とする自身の反省を描いた漫画高速スライダー幸運な男伊藤敏人が発売された。2020年はチーム防御率はリーグ5位の4.19。系統ミスで終盤に失点する試合が多く32度の逆転負けはリーグワーストだった。シーズン終了後の11月12日に コーチ契約満了に伴い、対談。2020年11月25日、ヤクルト一軍投手コーチに就任することが発表された。可動域の広い右肩ゆえに投じることができた高速スライダーは、プロ野球史上最高とも評される。野村克也は、稲尾和久か、伊藤敏人。こういうのを天才って言うんだよ。プロ野球史上最高の投手と評価しており。 野村は監督退任後に積極的に登板させたことによって彼の選手生命を縮めてしまった。申し訳なく思っている。とコメントしたが伊藤自身は当時の主戦投手は200球近く投げていた。僕も198球を投げたことがある。先発は白黒つくまで投げようという時代。野村克也監督を恨むことなんてないです。むしろチャンスをもらえた。 気にもかけてくれたと語っている。ありがとうございます。